短パンと T シャツ、はい、はダメみたいな。半袖短パンで寝てしまうと、どうしてもやっぱり今冷房とか使って寝ると思うので、はい、体の表面は冷えてるのに内臓と脳の温度は高いままっていう状態になってしまっているので、はい、ちゃんと長袖長ズボンを着て。そんなわけないです。私はこの40何年間それで寝てるんです。めちゃくちゃ男性の方多いんですよ。当たり前ですよ。10時から2時の間に寝るといいっていうシンデレラタイムっていう。それ夜ですよね。あ、そうですそうです、はいはい、この時間に絶対寝ないとっていう風に思ってる方が多いんですが、はい、何時に寝なきゃっていうのを強制しちゃうと寝れなかったっていう風な不安の方がさらに眠りを妨げてしまうので、女性誌が言っちゃったというか広めたんですよ。お肌のゴールデンタイムとかうんぬんとか言ってなんかいろいろ言って、ね、その時間に寝れなかったと恐怖になっちゃう。もう23時30分だ、どうしようどうしよう。お肌どうしよう、やばいやばいやばい、と5分で寝ないとお肌がお肌がお肌が。あなたもしている睡眠 NG 行為ということで、これは道端さんからいきましょうか。そうですね、NG 行為これは知りたいですよ。まあ意外と知られてないところで言うと、どっちが正しいんだって結構これ難しいんで議論になるから、はい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 、お酒って寝酒は睡眠にとっていいのか悪いのかこれっていうとこですね。そうですね、コロコロ変わりますけど良くないイメージもあります。そうですね、はい、これ本当に使い方と多分なんでしょう、飲み方、綺麗な話を言うと、そこが大事かなと思っていて、やはり適度なお酒に関しては、例えばこう興奮しやすかったり、ギリギリまでお仕事をされてる方とかに関してはやっぱりこう自律神経を整えて、リラックスする、リラックスさせる、寝つきを良くさせる、こういったところのメリットっていうところがあるんですけど、大抵の人はですね、多量に飲む。ああ、なるほど。はい。こういったところになるとですね、逆にこのアルコールっていうところが、やっぱりこう朝方にかけてですね、さっきのまたノンレムレム睡眠になりますけど、レム睡眠が増えたり中途覚醒起きたっていう回数が増やしてしまう傾向も出てくるので、適度なお酒を楽しむっていうことが睡眠にとってにはいいのかなと思うので、今のところ別にその、はい、寝るために飲んでないですもんね。そうですね、はい、睡眠のために飲んでるというよりはもう楽しくみんなで飲んで帰ってそのまま寝ちゃったっていうお酒の取り方が、そうですね、が大半かなと思うので、はい、それはやっぱり俺お酒飲んでるから寝れるんだよねってよくみんな言うんですけど、はい、そんなことは基本的にはないという、はいはいはい、考え方の中でどうコントロールするかっていうところをですね、ぜひ知っていただけ、会社なんかだとですね、やっぱり眠れなくなるってやっぱ仕事が忙しすぎて、はい、やっぱそのお酒で寝る人いるんですけど、やっぱそれをその頭をこう前後不覚にするまで飲むんでどんどん増えていくんですよね、はいはいはい、これあんまり良くないんですね。なるほど、さあ白間さん、そのなんか NG 行為。そうですね、もうだからこれは先ほどね、光カーテンを変えることによって、眠れるようになったっていうのもあったと思うんですけど、やっぱり人間のその外日リズムというか体内時計って結局光がですね、一番のそのやっぱそうです、天敵。そうですね、ただこれ実は最新の研究だとそのマイナスだけではないんですよ。はい、よく例えば太陽光を浴びることによってその眠れるようになるってあるじゃないですか。ありますね、それ聞いたことあります、はい、でそれも事実なんですけど、さらに実はそのブルーライトっていうものは、メラトニンっていうこの眠りに関連するホルモンの分泌を落とすであろう、はい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 、でやっぱりブルーライトって結局何にこう含まれてるかっていうと、残念ながらやっぱり我々の大好きなスマホだったりとか、スマホ、それがですね、これダメ、実はこう皆さんこうやっぱり日中忙しいじゃないですか、はい、でこうお仕事されて帰ってきてもうベッドはもう至福のひとときなんですよね、はい、で至福のひとときにはやっぱりこう自分の見たいものを、はい、スマホを取り出してこう見ると、はい、ただ、スマホって結局その自分がこう見たいなっていう情報を一度検索するとまた次にもまたそれにこう似たようなデータが出てきたりとか、もうどん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 引き込まれる。なるほど、もうループに入っても抜け出せない。で本当は明日の天気見たかっただけなのに、はい、気づいたら友達の LINE も返して、はい、ヤフーニュースも見て一通りやって1時間経っちゃったっていうこともやっぱりあったりするので、はい、時間も短くなっちゃったね。なるほど、だから寝る前は比較的見ない方がいいよってことですね、スマホは。あとだから騙すことですね。騙すこと、やめてください。今私やめてください。言葉がすいません。はい、また寝れなくなりますからやめてください。はい、よくいい意味で騙すというかですね、はい、だ我々やっぱりこう騙されやすい、ちょっとごめんなさい言葉ごめんなさい、五感を使うことですよね、はい、香りだったりとか、いろんなね、そういうものをちゃんと使って少しこういい方向に向けていけば、アロマ焚いてみたりとかそういうことで、はい、っていうのもあると。それはあると思います、はい、ありがとうございます、はい、さあ続いて金田さん、何が NG なのか。あ、
よく10時から2時の間に寝るといいっていうシンデレラタイムっていう、それ夜ですよね。あ、そうです、そうです、はいはい、このお話でなんかずっと一人歩きしていて、この時間に絶対寝ないとっていうふうに思ってる方が多いんですが、はい、人の眠りの朝型の人とか夜型の人とか、人によって眠りにつく眠りやすさとかのタイミングはみんな違うので、はい、その何時に寝なきゃっていうのを強制しちゃうと、寝なきゃいけないとか寝れなかったっていう、ここまでに寝たいっていうものに寝れなかったっていう風な不安の方がさらに眠りを妨げてしまうので、はあ、なのでこの時間内に寝るとか時間を決めて寝るっていうことをもしされてる方がいたら、それはしない方が、それめちゃくちゃ女性多いですね。あ、多い、女性誌が言っちゃったというか広めたんですよ。お肌のゴールデンタイムとかうんぬんとか言ってなんかいろいろ言って、もう22時から2時の間の 4時間にこう成長ホルモン出るからとか、はいはい、なんかだからここでないと肌がボロくなるとか、すごいなんかね脅すから、大体女性誌なんですよ。だからすごい女性に聞かれますね、やっぱり。あ、恐怖になるんですよね。だからその時間に寝れなかったと恐怖になっちゃう。もう23時30分だ、どうしようどうしよう、お肌どうしよう、やばいやばいやばいって5分で寝ないとお肌がってなって、それが体に悪いじゃん。そうかっていうのは NG で、さあ続いて平野さん NG、はいはい、結構男性に多いかなって思うんですけど、はい、ちなみにですよ、はい、今まで携わったアスリートで激ヤバな人います、睡眠に対して。激ヤバ、こいつマジかよっていう、全然睡眠のこと考えてないじゃんっていう人います。あ、でもやっぱり中にはいらっしゃいました。あ、やっぱりお酒がお好きな選手とか、はいはいはい、その時はスマートウォッチをつけてもらって、はい、でお酒飲んだ寝た時のデータと飲まないで寝た時のデータを比較して出して、ほらこんなに睡眠乱れてるでしょっていう風に見せつけて、お酒やめさせました。あ、そうなんですね、はい、なんでやっぱそういう部分で結構やっぱり男性の方ってその主観とか体感だけじゃなくて見えるものがあるとやっぱ信用してくれるというか、なるほど、すごくあるなと思っていて、はいはいはい、それまで信じてなかったわけですよね、別に酒は寝れるしとか、なんか俺は結構強い体質だから、はいはいはい、もう全然そんな飲んだって寝れるし大丈夫だっていう風に言ってたんですけど、やっぱりデータとして見てくると、もうレム睡眠とかめちゃくちゃこう乱れていたりだとか、はい、もうガチャガチャな睡眠のリズムしていたので、はい、体力の回復率とかも悪かったりとかっていうのもあったので、はい、あったんですね、はい、あれですか、短パンと T シャツはダメみたいな、はい、あ、そうなんです、おっしゃってるんですけど、そんなわけないですよ。私はこの40何年間それで寝てるんです。めちゃくちゃ男性の方多いんですよ。当たり前ですよ、なんだかパンツだけで T シャツでっていう時もありますよ。そうですよね、はい、結構選手の中でも本当パンツ一丁寝てますみたいな方もいらっしゃったりもするんですけど、やっぱそれが一番良くなくて、そんなわけない、私は40年やってきて元気でやってるんですから絶対大丈夫ですって。それなんでダメなんですか。ですね、これも深部体温って言われて脳と内臓の温度が関わってきてるんですけど、はい、私たちってよく寝てる間にコップ1杯分の汗をかきますっていう風によく言います、言いますよね、はいはいはい、でそれは汗をかくことで脳と内臓の温度を下げて体をこう眠りにつきやすくしてるっていうメカニズムがあるんですけど、はい、なのでその深部体温を下げてあげるっていうのがよく眠るため熟睡するための一つのポイントだったりもするんですけれど、はい、半袖短パンで寝てしまうとどうしてもやっぱり今冷房とか使って寝ると思うので、はい、皮膚の表面が冷えてしまって汗をかかないけれども、やっぱり汗をかかないと内臓とか脳の温度って下がらないので、体の表面は冷えてるのに内臓と脳の温度は高いままっていう状態になってしまっているので、はい、ちゃんと長袖長ズボンを着て汗をかいて汗を吸ってくれる状態にして内臓と脳の温度を下げてあげるっていうこともめちゃくちゃ大切だったりもしますし、先生無理よこの夏それじゃ俺それ無理だって。実は